ジョージ・ワシントンの辞任挨拶は、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンが、アメリカ合衆国の人民に宛てて書いた文書である。ワシントンはその大統領2期目の人気終わり近くになって、辞任のために、自宅のマウントバーロンでこの文書を書いた。最初は、デイビッド・クリプールの1796年9月19日付の、アメリカン・デイリー・アドバイ紙に、アメリカ合衆国の人民に宛てて、 ジョージ・ワシントンのアメリカ合衆国大統領辞任に当たって挨拶という題で掲載された。その後すぐに国中の新聞にも掲載され、さらに後には小冊子の形で出版された。この文書はフレンチ・インディアン戦争からアメリカ独立戦争、さらに初代アメリカ合衆国大統領として45年間新しい共和国に尽くした後の告別の字だったので、後に 辞任挨拶と名付けられた。この文書は当初1792年にワシントンが1期目の終わりに引退することに備えてジェームズ・マディソンの援助で準備されていた。しかし、ワシントン内閣の財務長官アレクサンダー・ハミルトンと国務長官トーマス・ジェファーソンの間の反目によって新しく結成されたハミルトンの連邦党とジェファーソンの民主共和党の 亀裂が深まり、また当時の国際関係の難しさもあって、ワシントンの指導力なくしては、国が割れてしまうことになると考え、2期目に出馬することにしたのでこの文書は棚上げにされた。その4年後に2期目の終わりが近づくと、ワシントンは以前の文書を取り出し、ハミルトンの助けも借りて、3期目に出馬する意向のないことを宣言するように改定した。 また1796年のアメリカ政界に新たにもたらせられた問題も反映し、アメリカ合衆国憲法が採択されてからの8年間の政府に対する支持を表明し、その内閣の実績を擁護し、国民に当てた辞任にあたっての忠告を加えた。この文書は、ワシントンが恒例、長年の国への奉仕、大統領の任務及び政敵からの攻撃が増加した。 ことなどで心身を消耗した年月きの後に書かれた。1796年、アメリカ合衆国大統領選挙の選挙人投票が行われるほぼ2ヶ月前に公表された。ジョージ・ワシントンの肖像、ギルバート・スチュアートが当時、大統領としてのジョージ・ワシントンがいない、アメリカ合衆国というものが多くのアメリカ国民の中に心配の種になっていた。ジェファーソンは、 ワシントン大統領の多くの政策に不同意であり、後には連邦主義的政策に反対するために民主共和党を指導することになったが、政敵で連邦党を指導するハミルトンと共同して、ワシントンの指導力がなければ国が割れてしまうことを恐れ、ワシントンにその引退時期を遅らせ2期目に出馬するよう説得した。ワシントンはアメリカ国民に 選挙の前に引退するつもりだったが、私の信頼する人々から2期目を務めるのが義務だと、説得されたと伝えるときに、この二人の説得を引き合いにしていた可能性が強い。これらの心配を理解したワシントンは、アメリカ国民に、その報酬はもはや必要ないこと、さらに最初の就任演説で言ったように、自分は大統領になるような資格はなく、その在任中に何かを成し遂げるとすれば、 この国が生き残り繁栄するために受けた支援と努力の結果であることを説得しようとした。この国はワシントンの指導力がなくても生き残るという彼の信頼感にもかかわらず文書の大半は分かれていく友人としてこの国の存続に大きな脅威になると考える事柄について助言をすることに裂かれていた。ワシントンはアメリカ国民に対する警告を国の独立、 国内外での平和、安全及び自由がすべてアメリカが衆国諸州の団結にかかっていると説得することで始めている。憲法で創設された諸州の統一体は国内外の敵によって最も頻度多くかつ集中的に攻撃されるようになるという警告になった。アメリカ国民は連邦を捨てようというもの、国の一部を分離させようというもの、 あるいは憲法でその結びつきを強めている連邦の絆を弱らせようというものに二練を抱き、軽蔑するべきと警告している。連邦の力を強めるために、人々に国に対する一体感を、州や都市あるいは地域に対する一体感の上に置き、国に対するその努力や感情を地方的なターンのすべてのことに優先させるよう進めている。さらに人々に、宗教、しきたり、 習慣及び政治的な原則におけるわずかな差を超えて物事を判断しその独立と自由を最優先することを求めている。ワシントンは続けてこの国、地域及びそこに住む人々はすでに皆で共有している。連邦から恩恵を受けていると考えるいくつかの例を挙げて連邦に対する指示を説明している。将来彼の考え方を共有すれば 国民の努力を組み合わせそれを資源とすることで、外国の攻撃から国を守り、競争心や外国との競合関係から起こることの、多い隣国との戦争を避けさせることになると考えている。連邦によって与えられる安全保障は、自由特にアメリカが死州国が創設された、共和制の自由に対する最大級の脅威とみなしている、軍事力の肥大化も避けられると主張している。 ワシントンはアメリカ国民にアメリカ合衆国の領域があまりに大きすぎて共和国として統治できないという人々あるいはその集団の隠された動機を追求するよう警告している。それは多くのギリシャ哲学者が行った議論であり、後にルイジアナバイ州が提案された時の議論で大きな共和国が機能できないと判断する前に少なくとも機能するという実験をする機会を人々に 与えることを求めていた。続いて、派閥主義の危険性について、その真の動機は権力を得て、政府を支配しようという地域や人々の間に、不信や競争心を生み出すことにあると主張して、強い警告を与えている。ワシントンは、その在任中に成立された、スペイン領メキシコ及び、イギリス領カナダとの西部協会に関する条約、 それぞれピンクニー条約とチェイ条約という二つの条約を取り上げ、これらによって西部の農民がミシシッピ川を下ってニューオーリンズまで産品を運ぶことができる権利を確保したと指摘した。この二つの条約は大西洋岸に並ぶ東部州や連邦政府がアメリカ国民すべての復讐を求め、統一された国家として外国から公正な処遇を勝ち取った証拠として挙げられた。 トーマス・ジェファーソン、民主共和党の設立者ワシントンは続けて憲法による新しい政府への支持を表明し、それはこの国が最初に試みた連合規約を改良したものであり、人々がその需要に合わせるために政府を変えることができるのが国民の権利ではあるが、それは憲法の修正を通じて行われるべきであると思い出させている。さらに政府による暴力的散脱は、 いかなる犠牲を払っても避けられるべきであり、実際に憲法に従い、アメリカ国民の過半数の意思によって憲法が修正されるまでは憲法による政府が作る法に従うことが共和国のすべての民の義務であると主張することで、彼の考え方を補強している。ワシントンは政府が創設した法の執行を妨げようとする政治的会派、 あるいは憲法に規定する役所が憲法で与えられる権限の行使を妨げる会派は民衆の需要に応えるか差し迫った問題を解決するために動いていると主張するかもしれないがその真の意図は人々から権限を奪い不公正な人の手に委ねるためであると警告しているワシントンは憲法を修正によってのみ変更できると主張しているがアメリカ国民に向かって 政府を倒そうという集団は政府が政治的会派から政府自体を守れず法を執行できず国民の権利と資産を守れないところまで政府の力を弱めるために憲法の修正を求めるかもしれないと警告している。その結果政府にはその十分な可能性を認識するだけの時間を与え十分な時間と思考を通じてその動機の意見と仮説に基づいて 単純に変更する代わりに修正が真に必要であることを証明した後にの未憲法を修正することを進めている。アレクサンダー・ハミルトン、連邦党の創設者ワシントンは派閥主義の危険性に関する思考を進めて政党の政府と国全体に対する危険性を含める要素の警告を拡大している。その警告は前年の1791年に創設された ハミルトンの連邦党に対抗してジェファーソンによって最近創設された民主共和党に重大性を置いている。民主共和党は多くの方法で特定の地域やアメリカ人集団の利益を促進していた。ワシントンが挨拶文のこの部分で引用しているより重大な心配とは民主共和党がフランスとの同盟に肩入れし連邦党は イギリスとの同盟に肩入れしていることであり、この二国はフランス革命によってもたらされたヨーロッパ諸国間の紛争の過中にあった。ワシントンは政党のような集団で人々が組織を作り運営するのは自然なことであるという事実は認めていたが、政党は他の集団よりも権力を求め、性的には報復を狙う傾向があるので、あらゆる政府は政党を敵と認めて、 それらを抑えつけようとしてきたと主張している。さらに、ある政党が別の政党と交代で政権につくこと、同時にその政敵に対してまさに報復に及ぶことは恐ろしい残虐行為につながり、それ自体不愉快な先制政治である。しかしこれはついにはより形式的で、恒久的な先制政治につながることを明らかにしている。 ワシントンの考え方と判断から政党が恒久的な先制政治に向かうという傾向は最終的にまた次第に人の心が個人の絶対的権力に安全と安らぎを求めさせるようになるからである。ワシントンは政党が君主政治の中で自由を高める効果がある場合があるという事実も認めているが政党は政府の任務を邪魔する傾向にあり集団や 地域の中に根拠のない嫉妬を生み、人々に嘘の警告を与え、暴動を奨励し、外国や利益団体がその意志をこの国に押し付けようという時に政府に近づくことを容易にさせる傾向があるので、大衆の選挙で選ばれた政府の中では拘束されなければならないと論じている。ワシントンは憲法の擁護を続け、チェックバランスと権力の分離の仕組みが、 特定個人あるいは集団が国全体を支配することを妨げる重要な手段であることを述べ国民が憲法によって政府に与えられた権限を修正することが必要だと考えるならば力ではなく憲法の修正によって行うべきだと忠告しているこの声明はアメリカ独立戦争の時にイギリス政府に対して武装放棄を行った当時のイギリス植民地人の軍隊を指揮し 1787年のフィラデルフィア憲法制定会議では当時の連合規約による政府の願望に反して新しい政府の計画を作り上げることに貢献したその人の発言だけに重要だったワシントンの2期目の間に恐怖政治に陥ったフランス革命が武装反乱は良い結果につながることもあるが多くの場合自由政府の陥落につながるという ワシントンの意見を形作ることにもなった可能性がある。ワシントンの挨拶文で最も引用されることの多い部分の一つは、私的及び公的の幸福を促進するだけでなく、国の政治的繁栄を促進することにおいても、宗教と道徳の重要性を強く支持しているところである。宗教の協議は、公正さの基礎である資産、評判及び、 生命の保護を促進すると主張している。さらに国民の道徳は選挙で選ばれた政府において必要であり、宗教はアメリカ合衆国の選挙で選ばれた政府を維持するために不可欠なので、道徳は宗教をなくして維持されないとまで言っている。次のように記している。政治的繁栄につながるあらゆる廃材と習慣の中で宗教と道徳は書くことのできない。 支持材料である。愛国主義の証を主張する人だとしても、人類の幸福の偉大な柱、人と市民の義務の最も堅固な支持物を倒そうとしても無駄である。単なる政治家は等しく敬験なものであり、彼らを尊敬し大切にすべきである。一貫の書物では主的及び公的な私服との結びつきすべてを辿ることができないだろう。宗教的義務感が、 治安裁判所での調査の道具である先生から亡くなれば資産、評判及び生命の安全はどこにあるだろうかと単純に問うていただきたい。道徳が宗教なしに維持できるという過程に注意を向けてみよう。特有な構造の心において洗練された教育の影響下に何者が譲るとしても理性と経験はどちらも国民の道徳が 宗教協議を除外できるようになると期待させない。ワシントンは宗教を公共道徳の基礎になるものとして引き合いに出した。また、アメリカの政府はアメリカが衆国全体の知識の融合が主要目的であることを確認する必要があると論じている。なぜなら政府は人民の意見を強制するために作られたのであり、人民の意見の結果として情報を与えられ、 知識を得られるべきだからである。さらには、理心論者として、またおそらく少数派の宗教を信じる者がいかに見下されているかを知っている者として、社会における宗教の破壊的性格を持つ可能性について、以下のように記している。人類の間に存在する、あらゆる敵意の中で、宗教における感情の違いに起因するものは、最も執念深く痛ましいものになるものであり。 大半は別視すべきものである。私は、現在を特徴づける、啓蒙的で自由な政策が少なくとも、あらゆる会派のキリスト教徒を和解させると期待しており、そうすれば、社会の平和を危険にさらすようなところまで、宗教的な紛争が起きることも二度とないだろう。レター・ツー・エドワード・ニュー・ウェーナム・ワシントンは、連邦予算のバランスを取ることを強く支持し、国の信用は、 力と安全にとっての重要な資源であると主張している。アメリカ国民には未来の世代がそうでなければ追っているであろう。財政的負担を負わなくて済むように戦争を避け、不必要な借金を避け、また戦争の際に積み上げられた国の負債を平時にできるだけ早く召喚することで国の信用を保つことを進めている。負債を避けるように警告しているにもかかわらず、 適切な備えがなければ、かえって費用を増すことにもなる危険性や戦争を防止するために、金を使うことは時には必要であるとも述べている。当時のワシントンは、人民がこうした予防のための費用を生み出すために創設された税金を払うことで、協力し合うのは不快だろうけれども必要なことだと論じている。ワシントンは、自ら軍隊を率いて鎮圧した。 ペンシルベニア州におけるウィスキー税判断のことをおそらく引いて政府にとって課税される項目を選ぶときに注意深くあることはいかに重要であるかを示唆しているが政府がどんな懸命に努めたとしても税金を払わねばならない人々にとって不便で不快で無礼に思えないような税金はないだろうとも言っている。ワシントンはその辞任挨拶の大きな部分を外交。 およびアメリカ合衆国と外国との間の高級的同盟の危険性について論じることに咲いている。この問題はフランス革命戦争と呼ばれたフランスとイギリスの紛争の最中であり、連邦党員がイギリスの側につこうとし、民主共和党員がワシントンを説得して、普通米同盟を確立した1778年の同盟条約に敬意を表し、 フランスを援助するよう仕向けている中で、アメリカ政治の中で特別の案件になっていた。ワシントンは中立宣言を発し、それが1794年の中立法成立となる中で英仏紛争に巻き込まれるのを避けようとしていた。ワシントンは明らかにこの辞任挨拶の中で外交政策と同盟関係に対する態度を説明しようとしている。ワシントンはここでも 宗教協議と道徳に基づく適切な行動に言及しており、あらゆる国に対する誠意と公正さの政策を提唱し、アメリカ国民には、いかなる国とも長期間の友好関係あるいは、競合関係を避けるよう進めている。諸国に対する癒着や敵意は、外交政策における政府の判断を曇らせるだけで、あると主張している。長期にわたってお粗末な関係を続けることは、 アメリカ合衆国の敵とみなされる国によって、釣り合わない小さな打撃を受ける傾向にあるので、不必要な戦争に導くだけであると言っている。さらに同盟は、相手国を単に守ること以上にこの国に正当化も恩恵ももたらさない戦争に、アメリカ合衆国を引き込む可能性があると主張することで議論を続けている。ワシントンは、その同盟に関する警告を続け、 アメリカの同盟国と同様に待遇されていないと考える国とのまずい関係になることが多くアメリカ国民の意思ではなく同盟国の意思に基づいてアメリカ政府を脅して判断するようにさせるとしている。市民、ジュネ、アメリカ合衆国の政策に干渉したフランス大使ワシントンはアメリカ国民と政府に影響を及ぼそうとする外国の危険性について長々と言及している。 友好的と考える国も、敵だと考える国も政府に影響を及ぼして、自国の意思を通そうとすると考え、大衆意見を無視し、友好国の影響力に抵抗して、自国の利益に最善であるものを求める者だけが、真の愛国者になるとあえて言っている。1793年に、フランス大使のエドモンシャルル・ジュネが、アメリカ国内で、フランス支援のデモを組織し、 スペイン領土攻撃のために軍隊の資金を手当てし、イギリス船舶を捕獲するために、死略船を雇ったという、外国からの干渉とみなされる事件があったばかりだった。アメリカ世論をフランスとの同盟に有利なように仕向けるために支持者を動員したことは一線を超えたものであり、ジュネは国外退去を命じられた。ワシントンはアメリカ国民に世界における孤立した立場の長所を、 選ぶように進め、アメリカの利益にとってほとんど何も得ることのないと主張する。特にヨーロッパ諸国との外交で癒着や摩擦を避けるよう進めている。アメリカの孤立した立場と団結で中立を維持し、自国の問題に焦点を当てていられるときにヨーロッパの大地で戦われる戦争にアメリカ人が関わっても何の意味もないと主張している。その結果、ワシントンは、 極端な危険性がある場合に一時的な同盟は必要であるにしても、この国はあらゆる外国との恒久的同盟を避けるべきであり、現在の同盟に敬意を払うべきではあっても延長すべきではないとあえて言っている。ワシントンはその外交政策をあらゆる国との自由貿易を推奨することで締めくくっている。貿易による諸国との結びつきは中立的に確立されるべきであり、 政府の役割は安定的な貿易を保障すること、アメリカ人商人の権益を守ること、及び伝統的な貿易のルールを政府が保障することができるということを確実にするために必要な条項を守ることに限られるべきだと主張している。ワシントンは辞任挨拶のこの部分を使って、この文書に入れた中国が国民に大きな印象を与えることを期待してはいないし、 アメリカの政治の行方を変えようとも思っていないが、国民が政党を抑制し、外国の影響力に疑問を覚え、偽りの愛国主義に隙を与えないでいるように期待していると説明している。さらにこの文書に述べた原則が、アメリカ国民に大統領としてまたこの国に尽くした間の彼の行動を理解する一助になればよいと説明している。ワシントンは続けて、 ふつまい同盟条約が存続していたにもかかわらず、フランス革命戦争の間に行った中立宣言の背後にある理由づけに焦点を当てることで、その大統領としての職務を弁護している。この同盟があるとしても、ワシントンとその助言者たちが理解し、信じ続けたことは、アメリカ合衆国が紛争の中で中立であり続ける権利を持っているということであり、フランスとイギリスは、 もちろん除いて、全諸国がアメリカの立場に同意してきたと論じている。公正さと人間性によって、紛争の間も中立に止まることを求められたという、その信念を述べることに加え、中立を保つことは、新しい政府が成熟する機会をつかみ、国内事情を十分に制御できる力を備えるよう、ワシントンはアメリカ国民にあてた文書を、 この国に奉仕する間に犯した失敗を許してくれるよう求め、それらの失敗は自身の弱さによるものであり、決して意図的なものではなかったことを受け合うことで締めくくっている。最後の一文は、その45年間に及ぶ公的奉仕の中で共に作り上げてきた自由な政府で一民間人として仲間のアメリカ人に加われたことについて抱く。 興奮の念を表明することに使われている。今日でもワシントンの辞任挨拶はアメリカ史の中で最上級に重要な文書と考えられており、連邦等の政治原理の基礎となった。ワシントンは公的任務からの引退の望みを表明していたが、記事戦争の時に浮かび上がったフランスからの侵略の恐れに対して国を守るために結成された暫定アメリカ軍の総司令官として、 ジョン・アダムズ大統領の発令を受け入れることになった。ただし、アダムズは、連邦党員に、その発令を強制されたも同然だった。ワシントンは、暫定陸軍将校団の編成に数ヶ月を、費やしたが、その辞任挨拶に含めた声明を忠実に守り、1800年大統領選挙に、出馬して公務に返り咲くという提案を拒絶した。 アメリカの政治で宗教と道徳の重要性を訴えた部分、さらに外国との同盟における危険性について警告した部分はしばしば議論の対象になってきたものではあるが、19世紀に入ってもアメリカの英雄の書いたものとして特別の配慮が払われ政治的な議論の中で引用されることが多かった。ワシントンがフランスとの同盟条約に対する義務の認知を拒み、 あとの1798年にアメリカ合衆国議会で条約の停止が決められたが、アメリカ合衆国の外国との恒久的同盟を終わらせたいというワシントンの望みが実現したのは1800年協議に調印した時だった。この条約は議事戦争を終わらせ、ナポレオンのフランスに貿易の最恵国待遇を与えることと引き換えに1778年に結ばれた。 普通米同盟を公式に終わらせた。1823年、ヨーロッパ諸国が新しく独立を果たした、中央アメリカと南アメリカのラテンアメリカ諸国を再植民地化したり、干渉したりしない限り、アメリカはヨーロッパの事情に干渉しないことを約束した、問題主義が発せられ、ワシントンの外交政策の目標が確かなものになった。アメリカ合衆国が再度外国との、 高級的軍事同盟を結んだのは、1949年の北大西洋条約調印で、いわゆる NATO を結成した時だった。アメリカ南北戦争の下中にあった1862年1月、フィラデルフィア住民数千人が、探願書に署名して、ワシントンの生誕130周年を祝うために、その辞任挨拶を議会の一員あるいは他の院で読み上げる。 要連邦議会に要求した。この辞任挨拶は1862年2月にアメリカ合衆国会員でまず読み上げられ、1899年まで両院で読み上げられるのが慣例になった。しかし、1984年会員がこの慣習を止めた。上院はこの慣習を現在も続けており、ワシントンの誕生日には毎年に大政党が交互に 議員の一人を選んで上院議場で声で書く、挨拶文を読み上げることにしている。ありがとうございます。